はい、どうも、ともしです。今日ね、なんか、マック中道の記事が出てたんですね。なんか、読んでないけど。あの、マックになんでウーバーイーツが群がるのかみたいな記事だと思うんですけど、私ね、ちょっとね、マック中道を勘違いしてたかもしれないですね。あの、まあ、私も門前仲町のマクドナルドとか、東洋町のマクドナルドの横で待機してる時があるんですね。まあ、暇な時とかね、ならない時とかは、待機してたりするんですけど、最近はもしてないですけど。で、それマック地蔵なのかなと思ってたんですよ。ずっとね。マックのところで待機してるのがマック地蔵なのかなと思ってたんですけど、どうもそうではないらしい。どうもそうではないらしいっていうか、まだそれでは甘かったらしくて、本当のマック地蔵っていうのは、マックのところで待機してて、マックしか取らない人のことですね。だから他が鳴っても取らない。で、マックしかやらないと。で、私ね、バイクってさ、マック鳴らないって言うじゃないですか。バイクはあんまマックにならないからな、ロングしロングばっかなるからって言ったけど、そうじゃ、そういう、なんていうのかな、アルゴリズムではないらしく、だから、あの、マック地蔵、マックしか取らないチャリンコがいるから、その、なんて、マックしか取らない人がいるから、バイクにマックが回ってこないっていう道理みたいですね。まあ、ただね、あの、そんなマックしかやってなかったら、単価低いですから、まあ、回数は稼げるでしょうけどね。まあ、回数稼いで、またぎで高額ゲットみたいな感じなんだと思うんですけど、どうなんでしょう。そんなうまくいくんでしょうか。なんか西の方ですね、東京の西の方ではすぐマックにね、こう、ウーバーがすげえ待機してるとかいう話も聞きますけどね。あんまこの辺のマックは待機してる人は見ないかな。ただね、ならない時とか、門前仲町にならないから門前仲町に行くじゃん。そうするとやっぱ、マックの上に何人かいたりすることはありますけど、ああ、マックに待機してる人がいっぱいいるから、やっぱりみんなならないんだなとか思いますけどね。最近はまあ、適当になるんで、そんなに待機して。昔はだから、私はその、なんだっけ、始めたばっかりの頃は、鳴って、配達開始したらオフラインにしてたんで、そのまま戻ってきてたんです。配達して戻ってきてオンラインみたいな感じにしてたんで、そこは極端じゃないかもしれないです。割と戻ってきてたんで、常に真ん中発着みたいな感じでやってたんですけど、最近は結構あんまりいないです。いないっていうか、その、どっかにいるわけじゃなくて、呼ばれたまんまにやってますけど、こんなところでした。